コリン・マクローリンは、スコットランドの数学者である、マクローリン展開で知られる、アーガイル州のキルモダンで生まれた。父は、グレンダルエルの牧師ジョン・マクローリンで、マクローリンが幼い頃に亡くなり、母もマクローリンが9歳になる前に亡くなった。その後、叔父であるキルフィナンヌ牧師、ダニエル・マクラウリンの下で教育を受けた。神動だった、彼は11歳で大学に入学した。 1717 17年に19歳の若さで、アバディーン大学マーシャルカレッジ教授に就任。エディンバラ大学教授。若い頃、高齢のアイザック・ニュートンと一緒に、ロンドンで研究したことがあり、1725年、ニュートンは、マクローリンの才能を認め、大学宛に、マクローリンの推薦状を書いている。マクローリンは、ニュートンの弟子であることを自認して、彼の考えを広く紹介し、 同感数論を1742年に出版し、また、1748年、サー・アイザック・ニュートンを出版して、ニュートンの考えを明快に解説し、スコットランド啓蒙運動に多くの影響を与えた。1719年、王立協会フェロー選出。ジャック・レプチェック著・チョ、野和子役、ジェームズ・ハットン地球の年齢を発見した科学者。 マイナス春秋者2004年69から70ページ。ありがとうございます。